平成27年10月に入ってですね、またお問い合わせが増えている、年金事務所、日本年金機構からのですね、社会保険未加入企業への加入状況の確認の文書ですね。で、それを受け取ったという企業さんからのご相談がとても増えていますけれども、未加入企業さんの場合でですね、どうしても社会保険に加入したくないという場合、場合によっては個人なりとかですね、そういったことも検討する必要があろうかと思いますので、社会保険に加入しなくても良い状態に、変更するという場合は、やっぱり事前にですね、一定の時間がかかると思います。また社会保険にね、加入するという場合でも、賢く社会保険料を節減することができるような、報酬の支払い方を設定するということを行うためにはですね、やはり一定の期間が必要になってきます。で、どちらにしてもですね、今後、きちんと、法律を守ったような状態でですね、経営をされていきたいという経営者の方はですね、それなりの準備が必要になってきます。ご相談等ございましたらお問い合わせください。